どうも、てやくりです。今日もミンゴルやっていきましょう。ではですね、とりあえずファラオ行きましょう。ファラオ調整してから、まあ、いろんなことやっていこうかなと思います。あの、昨日と同じ流れですね。意味ね、ファラオ調整の意味ない。どう？はい、ファラオ調整の意味がないのでもう一回やります。もう一回というか、あと2回ですね。デイリーコンも兼ねて。クローゼット。E で。じゃあ、引き続き、ファラオ。まあ悪くないかな今日は。多分。今日悪くないですね。よし。2m、3m、4m。3回連続。3回連続か。いいね。今日悪くない。もう4回連続。4回連続ジャストショット。いや、これはいいですよ。よし。今日はすごい記録が出そう。あ、一発目外す。悪くない悪くない。低反発で、2打目どうするかだな。でもね、ちょっと理想は追いたいんだよね。理想は追いたい。クローゼット、ラントナ行きます。 D かな。で、理想を追うので、まあスキルはね悪くないんだよね、これでも。ただセカンドアニバーサリーのところをどんどん変えていくか。どうかな、どうしようかな。どうするのが一番いいのか分かんないんだよな。とりあえず、雨に強いのがいい。雨に強いのあるかな。雨超得意が3か。じゃあこれにすっか。これにして、これ晴れか。アクセサリーで調整するのもあれだね。今祝砲が18で、超パワーは20なんですよね。で、こちらが、このグレートショットが超パワーがプラ7に対して、こっちのグレートショットは超パワーがプラ2のプラ7だから、プラ9か。だからこっちにするんだね。こうすることで、
靴を変えても超パワーは減る靴を変えたら超パワー減る。ダメだった。あれ9だよね。ちょっと待って、これが今プラ9で、こっちはプラ7だよね。だから強くなったと思ったんだけど、 2の差があるんだよね。で靴があれか、靴がでかいのか、超パワープラ5。じゃアクセサリーを、これが今雨超得意プラ5、雨超得意変えて、さらに雨超得意をつけるか。レッツゴルフ雨超得意。これでどうだ、超パワーで雨超得意入れて13か。13、グローブいらないな。そしたら13なら雨超得意は10、祝砲は20ですね。祝砲いらないな雨超得意が15になるようなものがあったら、だけどないかな。雨超得意5のクラブ、クラブじゃない、手袋、なんだろう、グローブないか。ないですね。そしたらこれでよし。だけど、セカーニの祝砲プラ3か。祝砲これでもいいのか。祝砲プラ2、紳士淑女のたしなみがプラ5で、これじゃないか。プロフェッショナルが、プロフェッショナルどうなるんだっけ。プロフェッショナルがプラ7か。 7だったらいらないな。頭についてるもの、プロフェッショナルは5の状態、まあ同じか。同じじゃない、え、なんでカッコは、カッコはと違うのか。これは、なるほど。カッコアは何だろう。カッコア、まああんま変わんないな。礼法が変わるか。あ、祝法が変わる。じゃあこれでいきますか。よし。用意できました。BP ブーストはすんげえ低いので1位取れないかもしれないですけど、ちょっとロマン砲を打ってこようかなと思います。ラントナやっていきましょう。残り12分でもう一個復活する。なので、3回やれますね。あと編集はしないですね。ショートホールばっかりだったんで、編集しなくてもいいなと。いう結論になりました。最初は雨がこれで、そんでこれね、この方がいいかもしれない。で雨がこれで、これはやりすぎかもしれないけど、どうしようかな。これぐらいでいい、これぐらいでいいでしょ。 OK。ブレー、左ブレー、146。146、左ブレー。1メーター。
146左ブレーキメーター。よし、いいね。左ブレだから146のところに打って1メーター調整すればうまくいくんだよね。そういうことだよね。うん、ブレは146、残り146のところに次打ちます。はい、このやり方合ってるかな。っていうか70いくつのところに行って50センチの調整した方がいいか。70いくつのところに打って50センチの調整がまあまあマストか。うん、だからちょっと弱めだねここで。低反発はあっちで使う、一発あればいいか。だから一発打つかここで。いらないけど、いらないな低反発。あ、ただロマン砲だけ見ようか。ロマン砲は答えてくれそうだね。ロマン砲答えてくれるねこれは。じゃあちょっと打つか。今回はね、雨もあるしいけると思うんだよね。ちょ、風だけ見よう。うん、この辺で届かなかったら次は亀ショットでもウサギショットでも打つ。ダメか。そんな、ダメか。7メーターか。リタイアします。意味ないなー。亀ショットで届くのか。まあなんだろうな、ダメ。設定を変えましょう。この時点でドノーマル決定。SR じゃなくて GR ですね。レアリティにしてGR の一番強い16かな。16、それとこれかな。あ、プラ10か、こっち 32.2。 うん、そうですね。タイマイはたいて買ったこれを使おう。ブーストで SR 以上、 GR の25これかな。うん、まああとは関係ない。よし、でボトム数 GR の、20かな。うん、あとは関係なしと。で、グローブは SR の40にした後で、あ、ほとんどプラチナレアなんだ。グローブってほとんどプラチナレアなんだ。すげえな。なんでこんなに持ってんの。 GR の25はこっちの方が高い。うん、グローブ持ちまくりだね。4はちょっと低いね。低いけどここでちょっと上げといてもいいか。ラージインパクト、セカンドアニバーサリーあるから、ちょっと性能上げときましょう。いや、分回していいかな。BP ブーストを分回すか。まあ、上げてもしょうもないもんな、性能。よし、これでいこう。分回し。で、靴。
GR の17、何でもいいね、17だったら。21がある。21にして。プラチナレアの3とかは関係がないと。うん。そんで、アクセサリー。もうまさに分回しですね。時計つけてる。で、ヘッドホンつけ、ヘッドホンつけてると。うん。最大 BP ブースト 35.6。で、クラブ。クラブは、どうすかな？レアリティで。クラブはさすがに、霊砲ないときついんだよね。ただ、まあ、クラブでもしも、なんかつけるとしたら、ちょっと待って、こっちか。え？ちょっと待って、これか。36.3。うん。最大 BP ブーストどうなる？ 35.9、36、36.4。この辺かな？ 36.4 が最大か。プラチナレアの、うん、36.4 が最大ですね。うん。このね、クラブね。最初、このキュートパッドクラブが、プラチナレアで3本連続で出たんです。プラチナレアのクラブ、全く持ってない状態で、このキュートパッドクラブが3回出たんです。もう本当に腹立つわ。そんなこともありました。はい、昔の動画で残ってます。気になる方は過去の動画を漁ってください。そしたらこれかな。せめてこれぐらいかな。2本、グレートショットクラブ2本で終わりと。でボールはどうしようかな。スキルでとりあえず霊砲2発の無風1発の祝砲2発。5発か。では、ただ、ちょっと、どうしようかな。あれが、どうだったっけ？いけるんだっけ？これいらないんだろうな、多分。どうしようかな。いやー、予想してやるか。無風低反発が最強なんですけど、もう、ないんで。こうなんだよな。祝砲一発、無風一発、霊砲一発、3発なんだ。ただ、いらないんだもんな。まあ、やっぱこれでいっか。はい、用意しました。じゃあ、行きましょう。なんとな。うん。残り3分で、なんとな1個回復。BP ブッパでいきます。うん。もう BP ブッパで十分。で、最初は余裕。151の142。これは悪くないね。アメ分と、これアメ分。で、3.9 上。足りてなかったかな。これ、でも、いいよね。これが、うん。で、下でいいかな。余裕。どう？まあまあ、まあ、いいか。じゃあ、とりあえずは入れていく。何か。よし。1.3 倍もいけるのか。1.3 倍か。1.3 倍ショットな。でも、無風、ああ、そうか、無風2発使えるんだよね、あれ。次、それいくか。ありだね。無風2発か。でも、
最後のショットがむずいんだよな。どうしようかな。まあネタ会で一回それでやってみようかな。はい。うん。で、完全に越すのを諦めたやつ。今回ブレなしなんですよ、完全に。完全にブレがないので、無風行って祝砲ありだな。無風行って祝砲にしましょう。うん。無風行って祝砲。よし。怖っ。怖っ。怖っ。で、ブレなしです。なんとびっくり。ブレがありません。素晴らしい。1、2かな。2もないか。1、2。こんぐらいか。進んで、0.4 で、雨分だけでいい。うん。入る可能性すらある。まあ自分の読みが甘いか。いける。かー、やっちまったすまん。また4アンダー取れない。何をやってるんだ。今のはダメだったね。その読みが悪かった。読みが悪すぎた。まあ最後のホールは練習しましょう。どうしよっかな。今のでいいかな。今のでいいか。流れは悪くない。あれでいい。うん。あれでいい。左だったね。左だったか。もっとあれか。はい。で、最後のホールは、手反発と。で、この辺でいいよね。この辺でいい。それで、全力でいいんだっけ。雨分があるからこれでいいんだよ。OK。あーっと、え？風か。風を考えてなかった。マジ？ちょっとやべえ。風何メーター？ 6 メーターか。6メーター分流された。最悪。ダメだ。集中しすぎてるわ。チャンスで持つか。1個右。まあまあ入る可能性もあるから。雨分。うん。OK。 よし。風を考えてない。 6m の風か。 6m。6メーター、うん。まだ完成されてないですね。4アンダー取れないだよな。はい。よしよしよし。もう一回行くとうまいこといけるんですけど。ちょっとね、まあ。今回はもう一回遊ぼう。クローゼット。まあ、この状態で、これを使う。まあ、これ使わなきゃ 1.3 倍か。
まあ2回無風が打てるんだよなこれで。だからこう、まあボールに入れるのは大事なんだろうな。無風入れないと良くないんだなここで。あー使えないかここは。1個しか入んない。無風が1個だな。だから3発は無風が打てる。今のとこ2発無風は。どうする？まあまあいいか。ちょっとロマンを求めてやってみましょう。うん、この辺はやらないとダメなんだな。ちょっとロマン砲というものを2発携えてロマン砲を撃っちゃいましょう。ライジングアシスト147は足りてないから161で雨分で、これがこんぐらいかな。合ってるかな。こんぐらいか一応こんぐらいかな。よし、いけライジング、いけいける。うん、なるほどね。でもブレはなかったな。うん、圧倒的1位です。全部取ったと思う多分。ジャストインパクトとニアピン。うん、だな。最後のホールにしようかな。最後のホールかな。いや無風あと一発しか使えないんですよね。いや最後のホールは勘でいこう。うん、最後のホールは勘にしよう。ブレないか。どこで使うか。ブレなしショット。最後のホールで使うか、ブレなしショット。その方が、すっきりしてていい。だな。そうしよう。最後に、ライジング狙います。うん。そうしよう。決まった。いや、ちょっと難しいけどね。でも、やっていかないとダメだな。もうやっていかないと。まあうん、運よく今日は調子がいい日なんで。狙って決めないと。そろそろ。はい、ベストニアピン、ベストインパクト 100% ですね。さてさてさて、ここはライジングは使いませんと。なんとかします。風12、まあ、2やってたらいいかな。まあでも絶対ここは落ちないから OK。 多分大丈夫でしょう。うん、12.6 で、ちょっと向かいだけど、まあ向かいは考えない。ちょっと右に傾いてるからまあ別にいい。12、どうだろうな。そんなに吹いてないけど3はあるか。まあうーん、でもな、何メーターだっけ。最後は6メーターだったけど、ここは6メーターあるかな。ちょっと気持ち右一本入れるか。で、あとは雨だけだね。雨と強い風だけ。OK。よし。まあまあまあ、いいでしょう。
うん、2はいらない。うん、1.3 倍が美味しいですね。最終ホールは狙います。ブレもない、ブレもないんだから狙っていいはず。まあ今年はそういう年にしようかなと。行くぞ、ライジング。228か、228。そんで、雨分がこれですね。うーん、ですか、これ、これぐらいかな。雨分どれぐらいだろう。これぐらいかな。じゃあライジング決めよう。いけ、決めてこい、入れ。そんなことはないと。ちょっと足りてないですね。3メーター足りないのか。ブレがない分ちょっと もったいなかった。ただ4はいけるかな。今回4いけそう、そんな気はする。そこまでブレてないな。これでいい、4はいけるはず。よし、よかった。決まった。はぁ、疲れた。いや、最大いくつこれ。最大、いくついける ?3 か。最大でも3アンダーか。まあまあ、いいか。最後、まくることはできないかな、この感じは。うん、最後まくれないか。もうちょい強めだったね。もうちょい強め。そうですね。はい。ということで、2と。ただ3アンダー取りました。うん、まあまあいい終わり方だなという感じはします。あと3アンダー2回取って終わりかもしれないですけど、その間にライジング決められる場面があれば決めていこうかなと思います。ランクマいきましょう。うん、4しかないんだよね。ちょっとね、4はな、4しかないから、まあでもいいか。当たるよね多分。ファラガーホール1、アマチュア。アマチュアホール1、ファラガー。やらかした。ライジングアシストの最大値が 26%。絶対ダメ。使えない。337で届かない。やらかしまくってんな。で、ここだけど、風を見よう。風は、トントンと。来た。あー、やっべ。セミラフか。九死に一生って感じですね。いちごさん。まさかファラオ調整をここでやるとは思わなかった。強い、強いな、めっちゃ強いな。なんでそんな強く打った。ライジングアシストでこれかな。で 1.7 上か。
こんぐらいか。きつ。きつ。きつ。もうなんだよ。オッケー。よし。いける？そうだ。まだわかんないか、どうわかるか？900と200わかるね。相手がここから外すとは思えないからな。負けだね。よし。それで対戦が来ると。来ないと。まあいいでしょう。ということでデイリーミッションもクリア。残りのコインも受け取ると。あと少しで15万コインですね。ただまあ36万ぐらいまでは貯めときたいですね、できることなら。で、クローゼットで B に変えて、で今回まあこれです。猛暑対策だけだったんですけど、猛暑対策をちょっと違う感じにしようかなという、まあなんですかね、ほいっと猛暑対策が5になっちゃった。祝砲なんですよ。あえての祝砲。祝砲、ボールはもうないもんな。祝砲が10だな。祝砲が10で、これ結局10なんだな。猛暑対策が5。祝砲は10。祝砲は20欲しいんですよね。20。まあ、ちょっと無理無理なんだろうな。ちょっとね。これで20か。そうですね。猛暑対策はいる。いるけど、アクセサリー今使ってるのはこれか。これ？霊宝か。でこれは、これがね、これなんですよね。これが猛暑得意が、これを使うでしょ。使う。で、次こっちも猛暑、これスコティッシュか。これ何かが猛暑得意だったな。猛暑得意がプラ2。プラ2はいらない。ブローチ。あ、これか。猛暑得意がプラ5。これで猛暑がプラ10で、猛暑超得意が5。これで意外にいけるんじゃない？という感じの。で、まあ問題のクラブだよな。クラブが、まあこんな感じにしたら、祝砲が10なんですよ。祝砲はあと10欲しいんだな。祝砲が足りないんだよね。この服自体の祝砲は4。この祝砲は4。霊砲2。祝砲4。4なんだよね、4。祝砲4しかくれないんだよね。そしたらいらんのだよな。
冠か祝報に、うんうん、これに、うん、これで12。あと8か。あと祝報8。シューズの祝報2か。うん、猛暑超得意プラゴ。うん、あれこれか、祝報が3だから、祝報が3だから、そうですね、最大を持ってるわけですね。最大持ってて祝報が2で、祝報が3だから最大持ってると。祝報を持ってるね。33で6で12までつけてるけど、そんなんだったらやっぱね、まだあれですね、ちょっと弱いですね。祝報16ですから、4ありゃいいんですよ。4ありゃとはいらないんですよ、やっぱり。うんうん、4あればいい。で、猛暑はどうなってるかっていうと、こんな感じか。猛暑得意が10。まあ猛暑に振るか。猛暑が14。これ14の時点で、靴を、これはどうかな。猛暑が19か。だから靴ではないんだな。ボトムスなんでしょうね。ボトムスをこれかな。猛暑20マックス。うん、猛暑超得意の猛暑得意。まあ完璧ですね。祝報が6で、まあないと。祝報がないと。でもまあ6までは持ってる。6までは漏れたと。うん、アクセサリーを霊法1か。パワーモードどうなってる。パワーモードがマジか。そっか。まあこれにして、超パワーモードが足りてないな今度は。でも超パワーモードはどうにかなるか。じゃあとりあえずクラブセット、うん、スキルの方が超パワーモード20あるんで、まあ問題なしと。でフェアウェイウッドはスリングアイ217、採用のロングアイアン、ショートアイアンで、ウェッジとパターはまあこんな感じにしたと。結局のところパターはもうしょうがないですね。でウェッジはこれと。どっちかって言ってもどっちかだな。うん、で、結果的に超パワー20のラージが20の、祝報20の、猛暑超得意が20。これは雨が15か、風神が15、ライジングアシストが15、うん、猛暑が10、雨超得意が10、っていうパラメータですね。ということにしたんですけど、雨をもっと強くする
雨10なんで15とかにするとかあるかな。これね、本当に5とかじゃないとね、55とかないかな。プラ3なんだよね。そうだね。そしたら、今これが雨超得意と猛暑得意、まあ雨超得意のためにつけてるようなものだな。で雨超得意、これでプラ10になってんだね。靴か、靴を違うやつにするか。雨超得意の靴とかあるかな。多分今年の予想ですけど、プロツアーに嵐っていうコマンドが出てくる気がします。嵐コマンド。ここで猛暑超得意にして、思考が19。まあまあそれはいいや。全然問題ない。で頭、あ、まあまだ全部見よう。雨超得意、あ、これあるわ。雨超得意これで15か。猛暑超得意は20のまま。で帽子を変えたら変わるか。それは変わるから変えられない。はい。まあこうですかね。よし。んでもう一回クラブセットのところ。このようになりました。超パワー20の猛暑超得意20、ジャストチャンス20、ラージインパクト20の祝砲19。結局祝砲19のままか。祝砲いるな。どっかで補える、祝砲補えるちゃ補えないか。グローブはプラ3で、こっちもプラ3なんだよね。祝砲が補えない。これか。祝砲ないと使えない。祝砲はフルにないとダメで、アクセサリーは両方ともなんだよね。猛暑得意、雨なんだよな。雨が欲しいんだよ。でこっちは霊峰か。ここフルスイングあるんだよね。飛距離がアップで、ただフルスイングの特大とかになんないから意味ないんだよね。フォーカス、意味ない。やっぱそうなるよね。祝砲祝砲。
プラ2。そんなんだったらもうプラ2でいいわって感じになるんだけど、プロフェッショナルプラ3。これにして、これにすると、これでも宿坊20のままか。うん、そしたらプロフェッショナルで全パラ 8% ですよね。あ、全パラ 5% か。プロフェッショナルって全パラ 5% なんだな、プラ5で。うん、最大20だけど、こっちはセカーニ、セカーニの10はプラ7。じゃあやっぱこっちだわ。そうですね。まあ変わってないな。変わらなかった。変わらなかった。雨強くしたいな。まあいいか。じゃあちょっと長引いたんですけど、行きましょう。誰にしようかな。帯に短したスキン流しということです。レベル86の3000ビッグビーさん。あ、対戦したことあるな。綴りが読めなかった。うん、記憶にある。いやー、ファラが来た。いきなりファラオマウントベッド。あ、行っちゃった。ファラオマウントですね。ファラオマウントから行きました。うん、横からショットはね、相手が先。これはもうよろしくと。よろしくしておく。ナイスショット。これ狙うべきなんだろうか。よし、狙うべきか否か。 40.2。狙えないのか。遠いんだな。そっか、それは残念だな。この辺でいっか。ナイスショット。うん、 1.3。 中に入る可能性もあるけど、まあご愛嬌。まあご愛嬌。 OK、 いいですね。うん、完璧だね。相手のショットですね。しかも封刃で、なんだろうな、まあ相手が封刃決めたら自分も封刃決めるだけなんで、あ、関係ない。いや、関係あるか。負けじゃん。これはむずくないか。ナイスショット。よっ、おっ、ナイス。ただチャンスあんのか。ここに来て 1.65 ですよね。 1.65 封刃。それ楽勝。これはチャンスあるぞ。うん、あついな、これ。かー、わかんないよ。今入った。今一瞬入ったよね。あー、ダメだ。ダメだ。ダメだ。そ
ダメだダメだあー悔しい。すいませんすいません、無理でした。途中まで良かったんだけど、やっぱ相手、相手だな、相手が強かった。はあ、ファラオマウント取っていて、かつ負けるのはダメだ。Z さんということで、2787、多分初対戦ですね。ちょっと今のはやばいな。ちょっと精神に来た。パリスロー。パリスローか。さあ、始めましょう。あら雨がね、10ないんですよ、雨が。どうしようかな。相手は残り28ヤード。で、打つと。まあ、残り100ヤードにして、1.3 倍打てば勝つ。じゃないかな、ナイス。残り100ヤードぐらいでいいんじゃないか。残り100ヤードがわからない。まあわからないこともないけど、これどこ、打つ意味ある？ないな、あんまり。まあ適当なところに落として適当に狙えば勝てるはず。うん、そこにあまり意味はない。ナイスショット。うん、いいですね。うん、でライジングアシスト上、距離が134だから多分勝ちでしょう。勝ちというか決まれば勝ちでしょう。ただ単純に決まれば勝ちという話、それだけのこと。さよなら、さよなら。あー、いやー、なんだこれ、悔しい。なんなんだ。はい、あー、ベタつきベタつき。いや、ただ単純にちょっと遠いので。いや、でも134だよな。134m なんだよな、ただ。カサ君ということで、2389、初対戦ですかね、多分。レッツゴー。今日は火曜日だから、まあパーフォー。カントリーか、なるほど。あそこか。さあ行きましょう。どうしようかな。祝砲で飛ばす。まあ25か。どんな感じかな。まあ多分勝てるかな、多分ね。
ナイスショット。 1.05。 よし、さあ行きましょう。パおお、うん、ナイスショット。うん、これでどう、 1.3 角し、ある種ある種 1.3 角し。いいですね。104。多分相手が先だな。うん、1メーター以内でナイス。直接狙って霊峰か。まあそしたらまあ普通に狙って決めれば勝ちか。106。決まったら内装します。いや今の入ってたと思ったけどな。微妙か。複数。これはどんな人。まあそしたら普通に決めるか。だってさ勝ってないからさ、勝ってないからとりあえず勝ちたいじゃん。とりあえず勝ちたいじゃん。はい、偶然決まったみたいな、偶然決まったみたいな。ナイスショット。まあただの偶然なんですけどね、これは結構偶然多いよね。はい、勝てました。今日も頑張りましょう。1勝2敗の状態。誰にしようかな。対戦相手の方みひろさんということで2878。レッツゴー。帽子がおしゃれですね。バーファイブ。スコクラ。2打目だな。風向きだけ見ようか。風向きだけ。なるほどね。始めます。どっちかな。飛ばした方がいいか。田舎。対処がある。チョッパーで飛ばさない。2打目決めるのか。そしたらどうしようかな。1.15。174で決めていくと。さあ行きましょう。まあ超パ打つしかないからな。超パ打ちますわ。ナイスショット。 KO。 どう、相手のショット次第だな。残り140で雨で風神が効くかどうか。霊峰
デフォだったらどうだろう。でも距離関係からすると 1.3 だと負けるかもしんない。うん、入った入ったね。いやー、入ったから、今入ってたから、今のも入った、これも入った、入ってたから、今入ってたから、今入ってたから、うん。レニー、レニーつけか、セコチか。惜しいね、2回入ってたよね今。ナイスショットです。しゃあない。そしたらまあ普通に、うん、まだ先は長いからね。これで勝ってもまだ分かんないから、外しても大丈夫だよね。は？くそ、お前、お前も34か。来た。OK。よし、決めていこう。OK。ギリギリセーフ。ギリギリセーフ。まあ、なんとか勝ちましたと。さすが TOT。ありがたい。しかも、TOT は昨日レベルアップしたんで、さらにインパクトの幅が広がった。まあ、決めやすくなりましたね。この TOT の安定感えげつないわ。はい、うん、やっと2勝2敗かな。続けてやっていきましょう。この試合終わったらしのみちゃんのコスチュームを変えましょう。まあすごくいいんですけど、ずっとだと飽きちゃうんでね、うん、対戦相手の方は第3ということで2661ですね。初対戦かな。レッツゴー。緑縛り、うん、緑好きなんでしょうねこの方。バースリードバーのあれか。なるほど、これ一打で決まるやつかな、決まんないやつかな、どっちだろう。向かい風か。うーん、私です。ライジング、フラットか。フラットならだなこれ。ナイスショット。くそ、あまあしゃあない。さあ始めるか。低反発でつける感じか、狙っていくか。あー、つけるのか。
手前につけるか奥に、手前につけたらもうほぼ勝ちだな。あーね、中に入れるのか。つけるのか。1メーターでナイスをします。これは1.8。どうしようかな。風神で、この意味もなく風神。意味のない風神落ちます。はいっと。じゃあ決めていきましょう。意味のない風神。相手に、いやでも自分最初に打ったからね。大丈夫大丈夫。どう？バーディー。いいね。バーディーチャンス。おお。これはバーディー。よっ。いい感じ。難しいね。やったー。ここ決めたら TOT だったんですが、そうか、ここのホールは TOT じゃなくてスリングアイ217クラブだったかもしれない。まあでもレベル10なんでね。じゃあ最後の対戦相手の方にしよう。行きましょう。高則さんというか3077。あ、コスチューム変えるの忘れた。ピアフィー、なるほど、これもやること決まってるので、できれば最初に打ちたいな。最初に打たせてくれと。ただ風がダメだな。風がよろしくない。これは困った。さあ行きましょう。完全に縮方なんですよ。376で376がもうダメだな。376がもうダメだな。 この辺なんだろうな。下シナバもろとも、よろしくと。いいですね。自分先かな。さあ行きましょう。相手のショット。おお。風神、あ、2発か。なるほど。はあ、風神2発で決めたらもう終わりじゃんみたいなことですよね。まあ2発目は風神じゃないのか。なるほどね。一発目が風神で、二発目が何かしらのショットと。じゃあ負けだな。ナイスショット。1.75。フルじゃん。フル風神だ。いいですね。これだ。風神二つとも風神か。二打目風神はないか。霊峰か。霊峰ならワンチャンあるな。霊峰で、あ、相手の場所が178だから、178だから、風神で決めれば勝ち。入ってない。入ってないけど打つのか。入るのか。これで入ったらすごい。スロットクラブなんだ。ナイスショット。ナイス。そうそう。
マジすげえ。すげえな。よく今の決まるよな。 1.25 か。ということで、あーこれ1025を超える。もう2発目だもんね。たら風神しかないな。風神しかなくてこれを打つしかないか。でもこれね、風神と TOT の相性ってそんなないんですよね。まあ入るときは入る、入らないときは入らない。入った。入るといいな。弱いか。弱いな。決まった。 1.6 で1万いくかどうか。1万はいくだろうな。 1.6 だもんな。わー、ドキドキする。これはドキドキする。勝ったんじゃない。うん、はい。ナイスショット。よし、これ勝ったでしょ。今年一番の戦いかもしんない。これは可能性として。よし、これです。これでこれこれ理想、理想。もう相手の最大のショットを打ち砕くという。これはこれは相手はトラウマになるな。これはすごかった。いや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 、やった、出したわ。今日はすごいショット出した。しかも相手はフル封じ持ってたから、うん、勝負のやりとりですね。これは最初に打つやつが有利なのか不利なのかっていうところも含めて駆け引きやばかった。しかも相手がね、やっぱ上手いのがいいよね。上手い。相手が上手くて、ちゃんと自分の理想的な勝利へのこう、なんていうか、道筋を綺麗に決めて、しかもあの相手のクラブが赤じゃなくて、橙色だったんですよ。オレンジだったんですよね。その状態であの、難しい状態で霊砲を決めたっていう、それを打ち砕く。風神、そのフルじゃない風神。いやー、よかった。今のすげえ、すごいいい、すごいいい絵が撮れたな。ちょっとタイトル、今回このタイトル入れるか。あれですよ、あの武蔵対小次郎ですよ。まさにどっちが武蔵かわかんないけど、4勝か。なのでまあこれから5連勝チャレンジやります。うん、誰にしようかな。伝承チャレンジやっていきましょう。いや、すごい絵が撮れた。やったぜ。タイトルにかけるのがいいよね。2927、レッツゴー。スコクラ遠いか。あー、なんか早速負ける気配がプンプンするんですけど。12m の風、381。うん、もうしょうがないねこれは。うん、とりあえずこれでも打っとくか。 1.3 がバレる。いいですね、うん、さあ始めましょう。相手も超パ3811。あら、
ショーパ対決で負けそうなんですけど、雨か。ナイス。雨持ってるか。一応10なんですよ、雨。相手が15だったら負け。よし、勝った。封刃で決めるか。そしたら負けだな。封刃で決めるなら負け。しかも、フル封刃の可能性あるな。相手はフル封刃かもしんない。だから多分フル封刃でしょうね。これなんかやってくるのか。なんだろうな、今のババンっていうやつ。ババンってやつ。なんかすごいのやってきそう。まあ、ジャストショットでナイスをします。ちょっと強めだね、今。強め。あー、強めで打った。1.6。1.3、1.6。1.6 ショットか。フル封刃だと思うんだよね、多分今の。ただ5連勝かかってるんで、まあ普通に負けたりはしてあげない。5連勝かかってるから。困った。くっそ。ああ、よかった。入ってない。くっそ、今。ああ、入った。よかった。ああ。残り5秒。よし、決まった。よかった。よし。ふぅ。くそ。マジか。しゃあないね。しゃあない。イーグルチャンスだ。リタイアします。そんな。しゃあない。これはしゃあない。はい。それで、まあこの動画と一緒にですね、あの昨日2発外したんですよ、ショット。それをちょっとね、スローモーションでみんなで見るっていう、あのミンゴル視聴覚室っていうのをちょっとやろうかなと思います。あのまあお楽しみにということで、リーグランキングは1663位。多分明日やらなくてもプラチナ残留だと思います。はい。いやー、今日はねいい試合があってよかった。いや、令和1の試合だ。だからちょっと何ですかね、タイトルのあたりも来ろうかな、サムネあたりも来ろうかなっていう気でいます。ドリームスロット使ったよね、さっきの相手。インパクトが強いか、やっぱそこか。ドリームスロットな。ドリームスロットここか。いやー、強いぞ。スリングアイ217クラブ、これだもんな。えげつな。じゃあドリームスロットはいいや。今日も頑張りましょう。はい、ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、あとコメントはいつもありがとうございます。ということで、次回のミングルもよろしくお願いします。よし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 。いい動画が撮れて嬉しい。失礼します。